あ、こんにちは。あ、こんにちは。お、なんかすごい、サラリーマンみたいな人いる。こんにちは。こんばんは。防犯カメラ作動中。で防犯カメラついてたらさ、やっぱ安心して歩けるよね。しかも、禁煙なんだって。最近の駅地下って、どうなんどこも禁煙なんかないいね。 はいはい、これは南部、南部公園。あー。まあ、なんか本当になんか普通の都会の地下鉄の地下って感じ。地下鉄の地下って感じだね。本当んとに。お、で8番出口。あ、こんにちは。あ、どうも。あ、すごい、サラリーマンみたいな人だね、あれ。うーん。 左側通行にご協力ください。はい。はい、で、ここがえー、南部公園。はい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 。あ、本当になんか普通の地下鉄みたいな。地下鉄の地下みたいな地下鉄の地下、ま。みたいな感じだね。はいはい、なるほど。で、8番手口がこっちで。あ、こんにちはで繰り返し撮れないかいもう。もう繰り返し撮れないかいびっくりした。俺自分の発言も繰り返しとった、今。思わず。びっくりした。 えまたこれついてくるちょっと待って、い、い、い、待って、ちょっと待って、いろんなことが同時に起きてる今。これ何これえこいつついてくんだけど。こいつが防犯カメラってことこれ。こ、こ、こいつが、こいつが防犯カメラなのかなこれ。配信ループしてるのかと思った。まあ、皆さんも今、8番配信にいるってことやね。要は。あれ これ動いてたっけさっき。ん左側通行にご協力ください。あ、案内。ガイド書いてくれてる。異変を見逃さないこと。異変を見つけたらすぐに引き返すこと。異変が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。あー、なるほど。これは、異変見つけたら、 戻って、見つかんなかったら進めば、外に出れてってことかで、えー、っと、でも特に、異変を感じないので、これでちょっと試しに進んでみるか。まあ、でも結局のところ、行き先なんか2箇所しか、2方向しかない,ないわけだから、試してみりゃわかるわけよ。 出口8番。あえ待って、階段あるやん。おいおいっす。え待って。地上が近い。おーい、誰か助けてここだよ捕らわれてるよ、俺。ちら。後ろが怖い。おい。これさ、出口0って書いてんだよね。8番出口から出ることって書いててさ、ここ0って書いてんじゃん。これ罠じゃね 俺、罠な気がする。今、すごい疑心暗鬼だよ、今。今、すっごい迷ってる。これ、戻、ここまで来て戻るここまで来て信号機の音聞こえてんのに車の音聞こえるよでもな、 いや、こ、そっからそこだぞこれいけるだろういけるだろういけるだろう最悪。絶対死んだ。最悪、最悪最悪,最悪あかんてあかんてやめてやめてもう、これやめてはあ、戻ってきたー普通に戻ってきたー ええー、やっぱ、罠かー。クソ、分かってたの、分かってたのにな、今。やられた。うん。いや、ないだろう、これは異変。ってことは、こっちに、戻っ、ええー、えなにこれいやいや、異変まみれだろう。異変まみれです。 これじゃ、戻ってあ、あ待ってよ。これ1って書いてる。もう異変まみれだ。もうどっち行きゃいいんだ、これ。わからんな,なってきた。待って、異変まみれで、8番出口って書いて、待って、どっちが、待って、どっちがど、ん、待って、どっちがど、ん、待って、俺はどっちがなくてどっちに行こうとしてるこれ。ちょっと待って、わからんな,なってきた。自分が。向こうにおじさんが向かってるでしょで異変あったでしょ向こうに戻ったでしょ向こうに戻るんだ、俺は。んでも待って、戻ったところに1って書いてたから、 あ、もう一回戻れってことか。戻って、ここに1ってか、えちょっと待って。ど、どっちも入り口になった。どっちもスタート、ま、どっ、うん待って。頭おかしなる。えなんだこれ。ちょっと待ってよ。おじさんはこっち向いてんでしょでも、出口あ、うんちょっと待って。うん向こうにも看板って、こっちにも同じ看板。あれ今までにないパターンだ。なんだこれは。いや、でも、待ってよ。出口1って。 でしょじゃあ、戻ろう。異変を感じたんで戻ります。戻るでしょいや、もう異変まみれ異変ま、でも出口 8! でも出口八こっちかじゃあこっち行きます。出口0。でも、さっき、異変まみれだったんだよねだからこれ戻りたい。で、戻ると向こう1って書いてるんでしょんちょ待ってわからん、うんちょ待ってどうしたらいいこれんちょ待って ど、詰んだ <laughs> ちょっと待ってこっち、んちょっと待ってよどっちから来て俺、おお、お、おっとおととと,とえバグえ何ですかこれ何ですかこれちょっと待って異変まみれだ待ってでも俺の気持ち的には正直後ろに引き返したい気持ちの方が今強い。暗いところ怖い。だったら、どっち行ったらいいかわかんないんだったら、できれば、 明るい方に行きたいという気持ちが、今ちょっと勝っている。勝っているが、明らかに変だこれは。待ってえ待って下におじさんいるのかなんだこれはこれバグ、なんだこれはなにこれおじさんねえ。これなにこれえ怖これ。え、言って、平気なんですこれ。よ、あ、やめて。 んこれなんだなんだこれはちょっと待てよ。これ合ってんのかなんだこれ行ってみるか。よ、うわああえいや死ぬんかいそらそうだろ。そら死ぬか。そら死ぬわ。だって人間だもの。くそ、罠、罠という、 罠というフェイントだと思って行ったら、ほんまに罠やったわ。クソそ。くっそ。罠かと思ったら罠やったわ。新しいな。新しくはないか。ただの罠や。くっそ。あれこれ、俺の直感は待ってこれ正しい。要は数字の矢印の方向に向かってって、で、そこ以外の異変があれば戻るだけなのか、これもしかして。 で常に基本的に進行方向はこちら側っていう認識でこれ合ってる説あるなってことはもう一回こっち側に向かっていくで出口8だからこっち向かうじゃんええ,うえうっえ と思ったらうわなんはあ、死ぬ4番、こっちら。あ。はあ、そ、はあ、そんなパターンあんのかいび死ぬかと思った今。あ、来た来た来た。おい、進んでる俺、進んでるでかえ、やっと抜け出せる俺、このループから。で やっぱこの、この、おじいちゃん、当てにしてたから、だから詰まったんだな。こいつ当てにならんな、ほんとに。来た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  !6! そういうことだこれ絶対そうだあえ、いやでも、これ別に、異変という分にはいささか、 いささか早い。え <laughs> ちょっと待ってよ。ちょっと待って。いや、別に異変ないけどね。いや、これを異変と捉えるのかどうかはまじ人によるよ。だって双子がこっち見てきてるだけだもん。別に俺も東京行ってさ、 駅近、歩いてきてるとき、あの、歩いてるときさ、別に双子の兄弟にめっちゃこっち見,見られるとか別にあるよ。これ別にあるけどね。うわ <laughs> はぁ、あ、ふざけんなよふざけんなよなん、はぁ、あ、は、はぁ、あ、なんですけど。何そのビビらせ方。 どういうことこれ。一番人が油断こいた時にさ、やってくんじゃん。なーに、それ。おい、ちょ待てよ。ちょ待てよ。まだ無限ループしてん、おかしいな。あれ俺、法則に気づいたと思ったんだけど、別に気づいてないかも、これ。もしかしたらけど。 また最初からじゃねえのおい、ふざけんなせっかくあ、おい、あの蓋子、え、待って。1に来た。あれ異変ないか。あれ合ってんのか。え、でもあの双子のとこまでどうしたらよかったんだ結局。わかんねえ。わかんねえ、それ。あれのなんか、ただ前に進んでるだけで別に2番に来た。あれそんな簡単なゲームでした、これ。 で、異変をここで探そうっていう話だわな。異変を。蛍光灯大丈夫でしょ看板大丈夫でしょ出口の文字も大丈夫。わお前がお前が異変ある。からこっち来て、これ2番。OK, こっからカン、 感染感染ここから確認していこう。うん。でも特に異変はなさそう。うん。異変はなさそう、別に。ああ、で3番来ました。OKOK、順調。順調で合ってんのかな正解がわかんねえわ。で、うん。 もう一回違和感を探すじゃん。で特に違和感は感じないかほんまか多分うん、戻ってる戻ってる何の違和感があったんだろうか今の。 ああ、大丈夫そう。2番。第2ステージ。いわゆる。で、ドアノブ大丈夫でしょう看板の文字も大丈夫でしょうまあ、ポスターもパッと見大丈夫そうでしょうドアノブ大丈夫。 いや、大丈夫だと思うけどね、これもだよねで ?3 番でしょこっからよ。あ、もう違和感あるな。もう違和感あるな。そこなんかいるもんな、だって。なんかいるな。なんか透明ななんかいる。い怖帰ろう。 あー、で、4番ね。はい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 。あ、もう双子がいっちゃんトラウマやわ、もうあれ。結局振り向いたら後ろに人がいるが一番怖いんだから。振り向いたら人がいる説が一番怖いよ、ちなみに。説で言うと、最も怖い説は。 いや、別に違和感感じないけどね、これ。うん、違和感感じない。いけるごうわゼロはいどこにありました違和感今。そんなバカなまた現れたな、おじたん。うん、よし。 よし、今度は絶対見逃さねえ。これでもあれなんだよ、もうミスディ、ミスディレクションってやつだよ、これ。だもうは、あの、もうだからあれだよね、この、おじたん、おじたんに目をいかせて、本当の違和感から目をそらさせるという、このミスディレだ、これ、ミスディレ。うん。いや、でも、違和感別に、 あんのかなこれ。いや、ないけどね、違和感。あるこれないけどね、違和感。これであったら、いや、絶対ない。違和感絶対なかった。監視カメラも大丈夫、非常口も大丈夫、蛍光灯も大丈夫、ドアも大丈夫。 いや、これで違和感あったらもう、今晩おむつ履いて寝るわ、俺。さすがにない。だよねオオッケ ?OK, オッケあ危ねえ。おむつのケいキクラウドあった。危ねえ、マジで。これ第3ステージね。よーし。うん。まあ、大丈夫だね。よし、この辺も大丈夫だぞ。蛍光灯も大丈夫。 上の数字文字も大丈夫。はい、ダメー。あ。はい。はい。こいつ、やるな。おじたんが持ってるカバンとかに違和感あんのかな待って、このおじたんあぶね、そっちあぶね。ついていきそうだった今、あぶね。あのおじたん、く、靴下履いてないって言おうとしたら、靴下見に行こうとしたら、つられるとこだった今、あぶね。あーでも、まあ、 いや、違和感ないと思いますけどね、これも。うーん。いや、これもし、いや、絶対ない。いや、これもし、違和感、ていうか異変あったんだとしたら、もう、今日おむつ顔に被って寝るわ。顔におむつ被せて寝るわ、今日。絶対ない絶対ない絶対ないああオムつの、系だ、これ。嘘だ おい、どうしてくれんだ俺今日、今晩はおむつ、顔に被って寝ることになっちゃったぞ。ええー、違和感。異変。もうずっと異変来たしてるからな。ちょっと、むず。えええええ,っえ,っえっお前がっさよなら怖っドア開くのが一番怖えんだから 怖え従業員専用、清掃員詰め所よし。消火栓、よし。違和感がないだと。本当か違和感がない嘘だろ。俺の直感があるって告げてんだけどな。 いけるこれ。どうするゴーするどうするゴーするどうするゴーするだこれ。ん待てよ。ま、なんかここであるとしたら、多分、ポスターぐらい。 さすがに壁と天井と床の模様は確認したが特に異変はなかった。おそらく今まで見落としたのはこの辺だと思うんだよね。うん。で、だいたいドアも見落としがちだったんだけど、ドアも今回はかなり丁寧に見てる。特に違和感はない。よし。で、でよ。 一応、この消火栓のラインを超えた、この辺の違和感があれば、そこは見落としがちなんだろうかなっていうのがわかるので、この辺はしっかり確認したいが、まあ、パッと見模様も特に違和感はない。ない。ないです。本当か俺こ,ここで、 みんなごめん。今からちょっと一回あのー、ちょっと、みんなコーヒーとか、あのカフェインの摂取だけちょっとしといていいあの、し、あのしといてもらっていいちょっと、俺こっから12時間考えるから、今から。ここで。12時間この画面で一回ちょっと考える。12時間ずっと、と見せかけていきますいきます絶対に大丈夫、これは。来た 待って来た出口 8! 来たんじゃね来たのか、本当に。出るべきか。合ってる。行きまーすやったー出れたーやったー <laughs> やったーあーやっと出れたー